スタートしました。揃いました。まず先行争いです。まだ一戦ですが、パームシャドウが出ていきます。パームシャドウ、さらにはパーソナリティワン、飛行機雲、八枠三頭が行きました。シーキングザパール、ブレイブテンダー、スーパー中山です。あるいはダイワアンジェラ、内からは中段の前に2番のオープニングテーマが行きました。さらには外を回ってワシントンカラー、バグンの中には大隅ジェット、さらには内をつきましては北高ビューティーです。大気ギャラクシー、さらには5枠2頭が行きます。マイネルマックス、ペイストリーシェフです。3コーナーへ向かっていきます。あとは内をつきましてロイヤルブルー、外を回ってシルクマスタング、そして2馬身切れまして最後方には1番の北山不動になっています。各馬今3コーナーをカーブします。パームシャドウが先頭です。リードが1馬身、2番手には飛行機雲で3コーナーをカーブ、3、4コーナー中間へ、内からスーパー中山3番手、あとダイワアンジラ、外を回ってパーソナリティ1で800を通過、3、4コーナー中間を通過しています。あとは外からブレイブテンダー、シーキングザパールなど、そして大隅ジェット、バグンの中におります。内をついては2番のオープニングテーマ、各馬4コーナーをこれから向かいます。600通過、第4コーナーをカーブして直線コースに抜いてきます。パームシャドウ先頭で直線コースに抜きました。飛行機雲が2番手、あとはパーソナリティ1、そしてシーキングザパール今4番手、シーキングザパール4番手、間をついて懸命にスーパー中山、400メートルは通過、あとはブレイブテンダー、大外からワシントンから、そしてマイネルマックスは1番外から追い込み体制に入った。さあ先頭はパームシャドウ、飛行機雲、そしてシーキングザパール、今日は早めの先頭だ。200メートル通過してシーキングザパール2番手に飛行機雲、100メートル通過、ブレイブテンダー3番手から2番手に歩いたどうか、外から懸命に湘南ナバーを追い込んでくる。シーキングザパールゴールイン、シーキングザパール4歳ベストマイラーの座を獲得。